見てくれてありがとう。私のチャンネルを購読してください。新しい動画が届くと通知が届きます。厚生労働省によれば、新型コロナウイルス感染症に起因する解雇等見込み労働者数は、1年10月8日時点で118,317人。うち非正規雇用者は54,115人。新型コロナは多くの失業者を出すなど、貧困パンデミックとでも言うべき状況が生まれている。生活困窮層は分厚くなり、さらに下流の底がひび割れ奈落に落ちる人も。そんな日本の貧困のリアルを総力取材。今回は再就職を希望も年金8万円での生活を余儀なくされている60代男性の実態から貧困問題を考える。定年延長のはずがリストラ、オーバー60歳を直撃するコロナ貧困。手厚い年金や保障制度など、悠々自適な老後を送れるはずのシニア世代だが、今回話を聞いた伊藤正夫さん、かな、65歳は、じわじわと朽ち果てるような生活を送っていると明かす。現在の月収は年金の約8万円だけ、実家暮らしで家賃こそかかりませんが、同居している母親と人分の食費や生活費を払うとほとんど残りません。最後に勤めた会社がコロナの影響で業績が傾き、辞める半年前に正社員から契約社員に格下げされて給料は5万円から14万円になり、その契約も打ち切り。私自身、転職が多かったため退職金をもらったこともなく、足りない生活費を賄う貯金も残り円くらいになった。このままだと1年後には貯金もなくなるし、本当はすぐにでも働かないといけないのですが、昨年11月に契約を切られてから再就職先はまだ見つからず、今は4月にシニアジョブという高齢者向けの紹介会社に登録して、声がかかるのをひたすら待っています。歩んできたキャリアも足かせに。当然、一刻も早く働かなければならないのは伊藤さんも理解しているが、歩んできたキャリアも足かせになっているようだ。90歳になる母親からは、早く仕事しろと叱られていますが、これまで機械設計技師として働いてきたので、そのスキルを活かせる仕事がいいんですよ。仕事を選ばなければ働き口はあるんでしょうけど、この年になって生活のために新しい環境でストレスをためながら働くのはきつい。それなら頑張って切り詰めて生活しながら、いい仕事に出会えるまで待とうかなと思っています。